岡崎夫婦。こんにちは、夫婦ラジオです。ここでフィリピンセブ島生活で感じるあれこれをお題に沿って話していきます。では今日は野良犬について。はい、野良犬です。とうとう来ました、はい、これじゃあ、まあ、5分ね、今から5分、はいはい、東南アジアあるあるなのか、まあ、野良犬は結構歩いてたりしますね。そうですね、多いですね。どこ行っても、まあ、犬は見かけるかなみたいな。野良犬、野良猫、日本でも全くもうね、そういう野良犬野良猫ってあんまり見なくなったので、ね、結構あの日本から来られた方はびっくりすることが本当に多いんで、で大体痩せ細っているので、なんかパッと見 この犬やばいんじゃないかみたいな雰囲気にはなるんですけど、まあそんなに危なくはないって感じかな。そうですね、まあ、みんなさ多分狂犬病のことを多分気にする方が多いのかなと思って、うん、よくあの注射を打ってくるべきかどうかみたいな感じで、うん、一応その大使館的にはベタ打った方がベタみたいな感じでやられてるんですよね。でまあ、実際大体打ってきてないですか僕らも打ってないです、うん、打ってないですか、ね、で打った方がいいのは間違いないんですけど、まあ、別に正直噛まれた後対応できる、ワクチン打って対応できるっていうのもある、技としてはあるので、まあねっていう感じで、そうそう、まあでもまあ大体噛まれることはないかなっていう感じですね、そんなわんさか全員が全部狂犬病になってるわけでもないそう、まあ2匹ぐらい見たことあるけどぽいやつね。あ、マジで、あいつっぽいな、絶対やばいなみたいな。どうやって見分けんの。いやもうでもよだれぶわみたいな、筋肉がちょっとね痙攣していくんですよね。そう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 、多分だから発症していくと。でもまあ、ね、警戒は間違いなくした方がいいって。で、もし噛まれた場合、その先ほどのワクチンを打つんですけど、そのワクチンが確か2週間に1遍打たなきゃいけないみたいな感じ。まあ、3日とかそのなんか周期がある。周期決まってて、で全部で4本打たなきゃいけなくて、はい、で4だっけ5だっけ、5かな、うん、で、こっちで卒業間近に、あの留学で来られた人が卒業間近にその犬に噛まれたっていうので、ワクチンを打たなきゃいけない。でそれでは出国で噛まれ可能性がある限りは出国できないっていうのがあって、それのせいで、1ヶ月延ばしたみたいなエピソードもあるので、まあ、警戒するに越したことはないかなという感じ。でもしなんか犬と出くわした時ですけど、うん、で犬が寄ってきたら、あの逃げずに そのままゆっくり歩くか止まるとか、具体的な対処方法は、はい、結構そのフィリピン人があのガードマンとかですね、野良犬をこう束ねて、なんかこの前こうやって犬がキャキャキャンって遊んでたりして、なんか結構その飼われてるのは飼われてるんですけど、なんか半飼いみたいな、なんかあの飼い慣らされてる、結構犬自体が人間のことビビってるケースが多いので、いじめられてる犬とかもいるんね。そのだからビビってるバーンって、まあまあしつけというかあれなのか、そうそう、でそのもし寄ってきたら、あの立ち止まって、どっかそっぽを向き、待つと、彼らが去るのを待つっていうのが一番具体的な対処方法ですね。もしくはもう別にもゆっくりゆっくり、あの走ると追いかける習性があるので追いかけられちゃうので、そうそうそう、あの遊んでくれてると思うからね。そうそうそう、うん、キャキャキャンって喜んであの走ってくるので、そうよくなんか夜とかフィリピン人の男の子たちがこう自転車に乗ってみんなでわーってこう犬をこう何消しかけるみたいな、わーって煽ってこう犬と追いかけっこしてるみたいなのを見るんですけど、それに出くわした時の怖さね、怖いね俺らの横をバーっていやいやいやみたいな、やめてってみたいなのはあるから、なんかそれはあのなんかまあ横目にとか、まあ、そんなんをしてるからこそ犬は走ってくると、走ってるものを見ると遊んでくれてるってなって寄っちゃうん で、僕はその軽トラバージョンを見たことがあって、軽トラの後ろに人が乗ってこう犬をバーって、で軽トラを犬がギャーって追いかけていくみたいな、そうそんなのもあったので、ね、まあ、いうような追いかける習性はあると。だから、まあ、走らないことですね。そうそうそう、追いかけられるような動きはしない。例えばなんかね、僕も一回そのマクドナルドをお持ち帰りで持ってた時にすっごい 5,6 匹の犬に囲まれたことあるんですけど特にあの夜がやっぱりあの日が落ちた後の方が、人間もそうですけど日が落ちた後の方が暑いから、日中暑いから、ね、日中暑いから結構あの車の下とかにみんな寝てたりするんです。みんなって犬ね、犬がね寝張ってたりするんですけど、そうそうそう、で犬がその夜になると生き生きしだす、そうバイオハザード状態って僕ら言ってるんですけど、ゾロゾロゾロってどこにこんな犬おったみたいなことがあって、で、まあ、出てきて、で、まあ、寄ってくるというか、僕らその前はマクドナルド寄ってくる、でその時も僕はもう2分ぐらいずっとボーッと上見てキャン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 、いやほんまにかなりうるさかった、結構立ち止まった結構立ち体感かな、体感2分ぐらいこ うわーめっちゃ寄ってきてんな。でもまあ時が例えばこいつあかんなってなるからどっか行くっていう状態になるので、そういう時はポテトポテトあげた方がいいんじゃない。いやわからん、あれなんかもう怖かったね、あれは。
怖そう、だから怖い、だから、まあ、とにかくあの待つそれが一番僕らあの野良犬の対処方法。私はもうあの食材持って近づかれたら結構食材を上に上げてもうゆっくり歩いていったりまあ、あのその野良犬との付き合いがかなりフィリピンでは非常に大事になってくるかなと思うので大事やろ。普段もう5分やで。あ、なるほど、もう5分か。何普段何、まあ、そんなにあの車移動でね大体する方が多いと思うので、そういう時は別に野良犬に会うことはないんですけどね、はいはいはい、一応頭に入れとくと。あの、そうですね、別に噛まれてもあの病院で注射打ってますし、まあまあまあ全然死ぬことはないので、はいはい、あとどんと構えておいてもらえれば。そうですね、はい、近づかれたら走らないということで、はい、じゃあお願いします。5分です。ありがとうございます。こちらのチャンネルではセブ島在住の夫婦がセブ島のリアルな生活事情、旅行や留学で役に立つ情報をお伝えしております。ご視聴ありがとうございました。